はい、こんばんは。今日は YouTube で話題の無理ですねっていう問題を皆さんと一緒に解いてみたいと思います。でね、これはね、2021年度の広島県の公立入試の問題です。でね、結論として、つまり私の感想としては、超簡単ですねと。私の感想ですね。超簡単ですねと。そのぐらいのレベルです。全然無理じゃないです。だから、まあ人の言うこととか、人の書いてることを信用しない方がいいです。やってみたらね、簡単。でね、私ね、広島市と山口市で塾の先生してたんですけども、広島市で言うと、安古市、祇園北、国体寺、そこら辺の子だったら、もう3分もいらないです。問題読み始めて、答案書き終わるまで3分もいらないです。で、山口市だったら山口高校の子でももう3分いらないです。で、今私大分市にいるんですけども、大分市だったら、上野丘高校、舞鶴高校、豊富高校、あと大分西高、荻野、あと大分商業、そこら辺に合格する子は、これ読み始めて答案書き終わるまで3分もいらないですよ。そんぐらいのレベルですよ。でね、これ解くのはね、高校入試だから15歳の若者ですよね。15歳の子はね、頭の回転早いし、書くのも早いですよ。大人が想像する以上に早いですよ。だから、まあ、私あの中学生や高校生に接してますけども、書くのは超早いですよ。だから大人が考える以上に15歳の子たちはパパってやっちゃいます。いいですか。じゃあちょっと皆さん一緒にやってみましょう。もう一回言うと、2021年度の広島県の公立入試です。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと問題やりますね。はい、いいですか。右の図のように線分 AB 上に点 C があり、 AC イコール CB イコール3センチです。線分 AC 上に点 P を取ります。この時 AP を一辺とする正方形の面積と PB を一辺とする正方形の面積の和は PC を一辺とする正方形の面積と CB を一辺とする正方形の面積の和の2倍に等しくなります。このことを線分 AP の長さを X センチとして X を使った式を用いて説明しなさいと。ただし点 P は点 AC と重ならないものとしますと。はい。じゃあ、ちょっと静止画像にして解いてもいいんだけど、ちょっと10秒ほど置いておきますね。じゃあ問題書く人はちょっと書いてください。はい、じゃあいいですか。じゃあね、答案ちょっと答案で説明する前にちょっと図でね説明しますね。言ってることはねこうです。ちょっと見る。はい。もともとが線分 AB ですね。ちょっと見づらいかな。AB ね。で、中点に C を取ると。で、これが3センチ、3センチと。で、線分 AC 上に P を取って、AP を X とすると。そしたら、当然、PC は 3-X ですね。3-X。で、BC は当然3ですよ。じゃあ、問題言ってることは、この黒のマジックのこの正方形の面積と、面積 X2 乗ですね。X×X で。で、こっちの、あの黒マジックの正方形の面積、これは6から X 引いてもいいし、もしくは3+3-X、 どっちでもいいですね。私 3+3-X って書いたけども、 6-X と一緒ですね。 6-X ね。 6-X の2乗、つまりこの正方形とこの正方形の和は赤の正方形の和の2倍。この左側の赤の正方形は 3-X×3-X ね。で、こっちの方は 3×3 ね。3×3。もう一回言うと、黒のこの正方形の面積の和は、赤の正方形の面積の和の2倍です。面積のね。それを証明しろと。簡単だと思います。私は、初め、なんか三平方の定理でも使うんかなと思ったら、なんてことはない。正方形だったんですね。だから、結局ね、タイトルと、だから、人が言ってることとか、なんか書かれてるタイトルを見て、あ、そうなんかと思わずに、一回自分でやってみたら分かります。それが本当じゃないんだっていうのは分かると思います。じゃあちょっと一緒に皆さん言ってみましょう。いいですかね。この黒の正方形とこの黒の正方形の面積の和は、赤の正方形の面積の和の2倍に等しくなります。じゃあいきますね。じゃあ答案。ちょっと見えるかな。ちょっと私の字が汚くてすみませんね。AP を一辺とする正方形の面積は、これね。で、PB を一辺とする正方形の面積は、これね。分けて書く必要ないです。AP を一辺とする正方形の面積は X2 乗、平方センチメートル。PB を一辺とする正方形の面積は 6-X
の2乗と平方センチメートル。そんなの書く必要ない。もういっぺんに書いた方がいい。AP を一辺とする正方形の面積と PB を一辺とする正方形の面積の和は x2 乗足す 6-x、まあ、もしくは3足す 3-x の2乗と。じゃあ計算したら 2x2 乗引く 12x プラス36ですよね。こんなの中3ならパパッと解きますよ、中3の子は。で、次。もう一個。さっきの赤いとこね。PC を一辺とする正方形の面積と CB を一辺とする正方形の面積の和の2倍はと。この2倍はってもう初めから書いた方がいい。いちいちこれ2倍はを書かずに、ここのとこだけ書いて、で、これを2倍するとって書くのめんどくさいので、まあ、いっぺんにね。PC を一辺とする正方形の面積はこれね。3-x の2乗。で、CB を一辺とする正方形の面積。まあ、これも別々に書く必要ない。いっぺんにこうやって書いた方がいい。いい。だから、これの面積はこれで、これの面積はこれ。よって足して2倍すると、そんなの書くとめんどくさいので、いっぺんにね。面積の和は、こう、まあ、計算したらこうですね。ちょっと字が汚くてすみません、ね。ということはもう一緒ですよね。同じですよね。でね、よってこれは証明されて書くと、これはちょっと怖いので、これもしかしたら原点食らうかもしれない。だから、これとこれができていれば、ほぼ丸なんですけども、結論としては、一応ね、あれ問題文これか。問題文、最後のとこね。問題文のここを写せば完璧です。よってと。AP を一辺とする正方形の面積と、PB を一辺とする正方形の面積の和は、PC を一辺とする正方形の面積と、CB を一辺とする正方形の面積の面積の和の2倍に等しいことが分かる、もしくはということが証明されたと。ということがを書いたら完璧なんですけども、まあ時間がない、もしくはもうその答案のスペースがどんだけあるか分かんないけど、もし答案書けないと、さっき その問題文、結論をここに書けないと思えば、よってこれは証明されたと。で、書いてもいいと思うんだけど、まあ本当の完璧な丸をもらうためには、さっき言ったね、ここのところを書いた方がいいと。よって AP を一辺とする、うん、はい、もういいですね。を書いた方がいいと。だからまあ、ちょっと時間がないなと、もしくはまあ、スペースがないなと思ったら、もうこれで終われば、もうこれ書けてれば、もう最低値は丸しますよ。こんなのもう分かりきったこと書くだけやから、こうね。聞かれてるのはこれとこれを聞いてるだけだから、ね、これ書けてればもう丸だと思います。こう書いてもよ。でもまあ、ちょっと採点者によっては、なんかもう最後その、ちゃんと当てないやんと思って減点するかもしれないけども、これとこれができてれば書けてればもう丸です。で、完璧な丸を目指すんだったら、だからとりあえず答案としては この書き方で終わって、全部解き終わって時間が余った時にここを書き直せばいいんじゃないかなと思います。書き直すっていうのはもう一回言いますよ。ここ最後ね、理想の結論はよって AP を一辺とよってこれが証明されたって書くのが理想の答案です。いいですかね。で、やってみたらどうです？超簡単な問題だと思いません？そんな無理ですねっていうほどでもないでしょ？ね、先生側はこれ無理ですねって言っちゃダメですよね。だって多分これ問題集によっては標準問題とか基本問題になってますよ、この問題って。標準問題か基本問題扱いになってると思います。難問じゃないですよ、全然。ですよね。だから、人の言うこと、もしくは人の書いてることを鵜呑みにして信じちゃダメですよ。実際やってみて、もしくは自分が検証してみて、あ、これって書いてること、もしくは言ってること違うなと。っていうのは多々ありますよね。その具体例だと思います。もう一回言うと、私の結論としては、超簡単。超簡単な問題です。散布もいらない。散布もいらない、超簡単。だから読み始めて、答案書き終わるまで、散布もいらない、超簡単な問題です。ですよね。はい、じゃあ以上です。